ふるさとの偉人松浦武四郎をより多くの人に知ってもらおうと、出前イベント武ちゃん祭りが1月21日笠佐木小学校で開かれました。武四郎祭り実行委員会では、毎年2月に開催する武四郎祭りのほか、地域に出向いて武四郎を PR する出前イベント武ちゃん祭りを実施しています。今回は笠佐木小学校の土曜授業に合わせ、子どもたちに武四郎学習をより深めてもらおうと、松浦武四郎や北海道にちなんだ催しが行われました。1年生から4年生児童は武四郎クイズに挑戦、丸×形式で回答し、武四郎に関する知識を深めました。また5、6年生は武四郎の生涯の話を聞いたり、アイヌ文様の切り絵を楽しみました。その他イベントでは、武四郎が作った北海道地図のパズル大会や、鮭の切り身や野菜を煮込んだ武四郎鍋の振る舞いも行われ、参加者はさまざまな体験を通して松浦武四郎について理解を深めていました。丸×クイズが楽しかったです。武四郎さんの知らないこととかを知れて良かったし、楽しかったです。今日出すゴミ何やったかな。そうだ、こんな時はゴミ収集カレンダーでチェックしよう。ゴミ収集カレンダーには燃えるゴミ、燃えないゴミ、プラスチック、容器、袋などの収集日が色別で1年分載っています。またカレンダーは地区ごとにあるので、お住まいの地区のゴミ収集日が一目で分かるようになっています。ゴミの出す日で迷ったらゴミ収集カレンダーでチェック。お家にカレンダーがない方はご覧のところに設置しておりますので、ご利用ください。松阪市で生産された木材を使って住宅を建設される方の住宅設計費に対して最高20万円を助成します。木のぬくもりを感じたいあなた、豊かな自然で育った松阪地域の木材をあなたのお住まいに使いませんか。詳しくは顔の見える松阪の家づくり推進協議会までお問い合わせください。自然の恵みをたっぷりと包み込んだ森林、松阪にはそんな豊かな森が広がります。住宅の建設をお考えの方、松阪で育った木を使って家を建てませんか。顔の見える松阪の家づくり推進協議会では、松阪材を使って家を建てる方を応援しています。詳しくはご覧のところまでお問い合わせください。